アルジェ級防護巡洋艦はフランスが建造した防護巡洋艦である。フランス海軍での類別は一等巡洋艦。本級は当時の海上応部により外洋での通商破壊船を主任務とする防護巡洋艦として建造された。船体形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは 水戦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水戦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ原則艦板よりも水戦部装甲の部分が、 突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水栓下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。本艦の船体形状は全球と同じく還元の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平甲板型船体である。 水面部が突出した艦首から、艦首甲板に 14cm 単装速射砲が1機、基部に司令塔と環境を持つ3段の見張り所を持つ、ミリタリーマストが1本立つ。本艦のミリタリーマストは、中央部見張り台に 4.7cm 機関砲が、前後左右に1機ずつ、計4機。その背後に2本の煙突の間にはキセル型の通風塔が立っている。日本煙突の周囲は、 関西艇置き場となっており、片弦2本ずつを1組として、計3組のボートダビットにより運用された。後部甲板には、後部ミリタリーマストと 14cm 単装速車砲が後ろ向きに1機である。主砲の 16cm 単装速車砲は、船体中央部の2箇所に設けられた張り出し部に、ケースメート配置で、片弦2機ずつ、計4機4門が配置された。 この武装配置により守備線方向に最大 16cm 砲2門 14cm 砲1門、左右方向に最大 16cm 砲2門 14cm 砲2門が試行できた。ありがとうございます。